え皆様こんにちはエビハラです、えー、と今日はですね田口久人さんの「ほんの少しの違い」というあの楽しいのをちょっと見つけましたので聞いてみてくださいほんのの少しの違い。できない人は言葉で説得しできる人は行動で説得するできない人は話したがりできる人は聞きたがる できない人はお金を求め、できる人は成長を求める。できない人は過去にこだわり、できる人は未来にこだわる。できない人は不可能と思い、できる人は可能と思う。できない人は他人のせいにして、できる人は自分のせいにする。できない人は 一人で頑張り。できる人はみんなで頑張る。できる人もできない人も能力にほとんど差はない。ほんの少しの意識の違いによって結果に差が生まれる。田口久人。えー 私はこのできない人の話したがるとかそういったところあと一人で頑張るとかなんかそういうところができない人なんだってことがよく分かりました。皆さんはいかがだったでしょうかえっ、ー、と今日はほんの少しの違いというものをお届けしました。ありがとうございました。